吉田さん、お疲れ様です。なんでバグが起きるかっていうのは、一部解明されている仮説があるんですよ。解明されている仮説っていうとね、どっちなんやって話になりますけども、おそらくそうじゃないかな、正解じゃないかなっていう、まあ私なりに思ってるところなんですよね。で、バグっていうのは何が起きるかっていうと、同じようにやっても、100万個に1個ぐらいは違う結果が出るっていうことにならないければ、同じ条件の下で同じ結果が出てしまうと全滅の可能性があるわけですよね。まあですんで、イレギュラーってものをバグという形で発生させるような法則が今度はね、効くわけなんですよ。で、そうなると、本来だったら全滅するはずの、その同じ条件の中で生き残るものが出てくるってことになります。これは全ての生物、植物、現象、無機質、有機質、全てにおいて言えることなんですよ。例えば灼熱の1000度、2000度、3000度っていう温度の中でも、生き残る生命体がバグっているっていうことになると、継続がそこに起こるわけですよね。まあそういうふうな、まあなんかね、これもまたね、法則外の法則なのかなっていうふうな気もしますね。バグが起こるっていうのは、まあ、必然なのかなっていうところですよね。まあ吉田さんのエピソードを借りるとね、突然変異で、まあ腕が3本いるとかね、指が6本いるみたいな、いろんな人間も同じ地球上に生まれて同じように、生殖を受けて生まれてくるのに、なんかその平均値からかなりかけ離れた特質を持ってくる人っているわけですよね。それってのはなんか生き残るためらしいですよ。なんか通常今のような安定した世の中では、いわゆる大多数の人間が生き残るようになって、少数派っていうのはどちらかというと風下を置かれるような傾向になりますけども、ある一定の条件下では、それまで普通とされていたものが淘汰されて、普通じゃなかったものが今度はね、主人公になっていくっていう、そういうふうな大富豪みたいなことが起きる。そしてそれによって人類という種族は保たれるみたいなね、ことらしいんですけどね、それができなければ全滅するという、まあそういうふうな結論になるのかなという説があったんで、なるほどなと思ってる私でございました。